佐藤久人と、佐藤久人と、佐藤久人と、1982年3月12日隊は、埼玉県春日部市出身のプロサッカー選手、J リーグのジェフユナイテッド千葉所属、元日本代表、ポジションはフォワード、千葉県立志川南高等学校卒業、元日本代表 MF の佐藤隼人は二男性、創生児の実刑であり、森崎和幸、 森崎浩二兄弟と共に J リーグ史上初の双子選手。2012年に J リーグ MVP と J リーグ得点王を獲得。通算 J1 リーグ得点数は大久保義人に次いで歴代2位。中学世代からより高いレベルで指導を受けるため、兄弟揃ってジェフユナイテッド市原ジュニアユースに入団する。実家はカスカベ市でラーメン屋を営業していたが、 これに伴い点を畳み、家族揃って、千葉県八千代市に引っ越した。その後、市原ユースに昇格、川内克幸率いる U-16 日本代表に選ばれ、AFCU-17 選手権1998に出場、レギュラーとして e o ケーとにトップを組む。2000年、早人とともにトップに昇格、同年にプロデビューを果たす。同年、 西村昭弘率いる U-20 代表に選ばれ、アジアユース及び、翌2001年ワールドユースに出場した。2002年、出場機会を求めて、西村昭弘率いる J2 のセレッソ大阪に移籍。春先にギランバレー症候群を発症したためで遅れ、西澤明則の復帰、大久保義との成長などでまたしても、出場機会を得るとはできなかった。しかし、 天皇杯で4試合3得点を挙げそれを目にした、当時 J1 のベガルタ仙台がオファーを出し、レンタル移籍する。2003年、仙台移籍初年度で才能が開花し、公式戦34試合で13得点を記録。この時のチームのボランチは、森安はじめ。仙台は J2 降格が決定したが、J1 チームからのオファーをすべて蹴り、仙台へ完全移籍した。 2004年44試合で20得点を記録し、J2 の得点ランク4位。日本人としては3位の成績を挙げる。名実ともにベガルタの象徴となり、サポーターからミスター仙台と呼ばれた。特に8月8日の第26節、開幕から首位を独走する川崎フロンターレとの試合ではアディショナルタイムの1分間に2ゴールを挙げて、チームを敗戦の危機から救った。 しかし、チームは大量失点を繰り返すなど勝ちきれない試合が、続き、6位で終わった。シーズン終了後、サンフレッチェ広島の小野剛監督、小田秀和教科部長、いずれも役職は、当時の者が自ら得に乗り出し、移籍のオファーを受ける。その一方で、仙台からも残留を要請され、悩んだ末、広島への移籍を決断。2005年、 移籍金1億6千万円、推定で広島に移籍する。浦和戦、神戸戦の2試合で、ハットトリックを記録。得点ランク3位、日本人得点王となる18得点を挙げ、広島を一時は2位まで押し上げる、原動力となり、2005年度 J リーグベスト11にも、選出。その活躍が認められ、ジーコ時代の A 代表に初招集された。 2006年2月11日のアメリカ戦で代表初、出場、アジアカップ最終予選のインド戦で代表初得点を決める。リーグ戦では、川崎フロンターレ戦で、ハットトリックを達成するなど好調を維持しており、18得点を上げ2年連続日本人得点王となった。日本代表でもエクアドル戦で決勝点を決めるなど、短い出場時間で結果を残したが、2006フィーファ。 ワールドカップ本大会のメンバーからは漏れた。2007年、下田隆に代わって、選手会長に就任。イビチャオシム就任後も引き続き A 代表に招集され、アジアカップに出場。J1 第5節の名古屋グランパス8戦において、史上45人目の J1 通算50得を達成した。しかし、佐藤自身は12試合連続無得点など調子が安定せず、 シーズン12得点にとどまると、さらにチームは入れ替え戦の末、J2 へ降格。入れ替え戦終了直後に、スタジアムのファンに対して涙を流しながら、絶対に1年で J1 に戻ろうと叫び、事実上の残留宣言。オフには他チームからの移籍交渉を全て断り、広島に残留した。2008年、開幕直後こそ、平重隆一との2トップだったが、 まもなく1トップにシャドウのトップにポジションを変更。守備やポストプレーにも奮闘しながら得点を量産し、28得点を挙げて J2 得点王を獲得。チームの圧倒的な成績での J1 復帰に貢献した。その活躍から J2 カテゴリー所属の選手にもかかわらず、引き続き岡田監督の率いる日本代表に選ばれた。2009年。 J1 復帰初戦となる開幕戦で技ありのゴールを決めるなど、リーグ戦では15得点を挙げ、一時は優勝争いにも絡み最終的に J2 からの昇格チームとしては、当時最高の順位記録である4位に密ぎした。2010年、リーグで好調を維持していたが、南アフリカワールドカップ本戦のメンバーからは外れた。9月8日に行われたナビスコカップガンバ大阪、戦で、 右検査関節脱臼という重傷を負い、約2ヶ月離脱したが、復帰初戦となった11月7日の浦和戦で、後半アディショナルタイムに決勝点を挙げ7年連続2桁得点を達成した。2011年、東日本大震災の影響によりリーグ戦が中断されたが、その後のリーグ再開初戦となった4月24日のホームでの G 大阪戦で後半に、 シーズン初ゴールを記録。巧みに DF ラインの裏を取り、無尻からのスルーパスを受けて倒れ込みながら、左足でシュートを放つと、ボールはゴールの右ポストに当たりながらもネットの中に吸い込まれた。11月26日に行われた J1 第33節の大宮戦で PK を決めて8年連続2桁。得点を達成。リタダ・アキラのバックアップをしながらも随所に、 得点能力の高さを見せ、最終的に11得点を記録した。2012年、J1 第5節、対自大阪戦においてにゴールを決め、史上10人目、左利きの選手としては、初の J1 リーグ通算100得点を達成。同時に史上4人目となる、J1J2 通算150得点も達成した。J1 第13節、対コンサドーレ札幌戦で、 J リーグ史上初の9年連続2桁得点を達成。6月には藤田利也に代わり日本プロサッカー選手会の5代目会長に就任した。J1 第27節、対サガンとすでにゴールを挙げて、シーズンのゴール数が20となり、1994年にイワンハシェックが記録したサンフレッチェの1シーズン得点記録である19ゴールを18年ぶりに更新した。 11月24日、ホームで、自らゴールを決め C 大阪に退場し、仙台時代のチームメイトである、森安はじめ監督のもと、J リーグ年間初優勝。個人としては得点ランキングにおいて序盤から2位以下を、大差で引きして22得点を記録して、初の得点王のタイトルを獲得。J リーグアウォーズでは、得点王に加え、MVP、ベストイレブン、 フェアプレー賞を受賞し史上初の4冠を達成した。12月に開催された FIFA フフクラブワールドカップ2012では3得点を挙げ、セサル・デルガドと共に大会得点王を獲得した。翌年1月28日、全国のサッカー担当記者の投票により決められる2012年度の本年間最優秀選手賞に選出された。10月、前田良一の不祥離脱に伴い、 アルベルト・ザッケローに率いる日本代表に2年ぶりに招集されるも出場機会はなかった。ちなみにこの時点で佐藤は代表通算で31試合出場4得点であるが残り時間少ない状況での途中出場が多かったため出場時間は約658分しかなかった。つまり出場時間をフルタイムに換算すると わずか7試合プラス34分間の出場で4ゴールを決めたことになる。さらにオシム監督時代には MF として出場しており、また岡田監督時代にはウィングとして出場していたことも考慮すると非常に高い得点率である。2013年、バンフォーレ甲府戦で7年ぶりのハットトリックを達成。さらに川崎戦でもハットトリックを達成。 この川崎戦の1点目で J リーグ史上初の10年連続2桁得点を達成した。2014年3月8日の J1 第2節、川崎フロンターレ戦のボレーシュートで決めたゴールが国際サッカー連盟 FIFA が発表した2014年最優秀ゴール賞 FIFA プスカ首相の候補に選ばれた。7月19日の J1 第15節大宮戦で J1 通算140得点目のゴールを挙げ三浦、和義の記録を上回った。11月8日のナビスコハイ決勝、g 大阪戦で、ナビスコハイ通算28得点目のゴールを記録し、同杯の通算最多得点記録者となったほか、11年連続の2桁得点も達成。2015年シーズン中盤より先発出場し60分頃に、 朝の拓馬と交代する起用法が定着。最終的に二人でリーグ戦20得点、佐藤12点、朝の8点を稼ぎ道グラスらと攻撃を牽引、優勝の原動力となった。6月20日のモンテディオ山形戦で2年ぶりとなるハットトリックを達成。また、この試合の1点目で史上初となる j 1 j に通算200得点を達成した。 11月7日のガンバ大阪戦で6年ぶりにイエローカードをもらい連続無警告記録が193試合でストップした11月22日の湘南ベルマーレ戦で中山正史の持つ J1 通算記録157ゴールに並び歴代トップタイとなった2016年3月6日の名古屋グランパス戦で J1 ん百158得点目のゴールを挙げ、中山の記録を上回ったが、ピーター・ウタカ、朝野、宮吉匠らの出場機会が増え、先発落ちする試合が多くなる。連続2桁得点記録も12年で途絶えた。2016年11月12日の天皇杯、サガントス戦後に J クラブからオファーを受けている、広島では天皇杯が、 最後になるかもしれないと遺跡を検討していることが直接明かされ、同19日には17日に名古屋グランパス幹部と交渉しており、加入に前向きと報じられた。21日、名古屋に完全遺跡により加入すると、両クラブが公式に発表。所属元の広島を通じて、さよならは言いません。ありがとう。そして、行ってきますとメッセージを残したが、一方で日を、 改めて会見の場で思いを伝えたいと語っており、また、クラブとして、小田秀和社長の名義で、サンフレッチェ広島ファンサポーターの皆様へと題し、残留を要請していたが、苦渋の思いで、彼の意志を尊重した、来季以降ともに戦えないのは、年、多大なご心配と不安を、おかけすると声明文を発表するに至った。2018年4月11日、 第7節のベガルタ仙台戦で史上20人目となる J1 通算400試合出場を達成する。2018年12月19日、ジェフユナイテッド千葉へ完全遺跡により加入すると発表された。18年ぶりの復帰となる。瞬間的なスピードに長け、ディフェンスラインの一瞬の隙をついて、裏に抜け出し、ワンタッチでゴールを決めるフィニッシャータイプのストライカー。 ルーズボールや裏に出されたパスへの嗅覚も、さることながら、ポジショニングの上手さで、相手ディフェンダーとの駆け引きに打ち勝って供給される、クロスボールをゴールに結びつける実力は、日本人一とも言われる。2004年から2015年まで、J リーグ史上初となる12年連続にけた得点を、達成している。このスタイルに加え、身長は、 高くないが足元でのポストプレーも器用にこなすようになり、チームでは一トップのセンターフォワードとして起用されることもある。前線からの献身的な守備やサイドに開いてからのチャンスメイクも行う。またラストパスも得意としており、アシスト数も多い。しかし小柄なゆえに、日本代表ではセンターフォワードに長身の選手が好まれる傾向もあってか、FW ではなく、 アウトサイドで起用されることが多く、本来の能力を発揮する環境には恵まれていない。プロ野球は、広島東洋カープのファン、名古屋移籍後も、広島の応援を継続しており、2017年8月9日に、名古屋ドームで行われた、中日ドラゴンズ対広島東洋カープ戦では、試合前に、死休式を行った。警告を受けることが非常に少なく、 J1 リーグ戦において2009年第30節以来2015年セカンドステージ第15節までの193試合に渡り、無警告、無退場を続けていた。J リーグアウォーズにおいて J リーグフェアプレイ個人賞を3度受賞している。真面目で人の悪口を言わない誰に対しても優しい性格。また非常に礼儀正しく常に クラブやサポーターへの感謝の心を忘れず、現所属の名古屋だけでなく、過去に所属した広島、千葉、C 大阪、仙台への感謝の念も、しばしば口にする。尊敬する選手はフィリッポ・インザーギ。そのプレイスタイルも、インザーギを模範としている。実刑は佐藤と、二21歳で結婚。現在は3人の子を持つ父親でもある。また犬好きで、 ピッポ、ゴン、ムサシという三匹の犬を飼っている。ピッポはインザーギの愛称から、ゴンはインザーギと同じく尊敬する FW である中山雅史。ムサシは好きな漫画であるバガーボンドの主人公、宮本ムサシからの命名。ちなみに、千葉の実家、兄のハヤトも犬を飼っている。1995年から2002年、あと、 2008年に復帰までサンフレッチェのエースであった、久保達彦のちゃんとは、君の瞳に恋してるであった。J に広角と共にチームを去った、久保の後継者として、モテギヒロトや前田俊介が期待されていた。そんな中で、小野監督が直々に獲得に乗り出した、佐藤の加入は、刺激ら生え抜きのストライカーに期待していたサポーターに疑問視された。しかし佐藤は、 遺跡1年目から2桁得点を挙げ、同年11月27日の第33節ビッセル神戸戦でこの年2度目のハットトリック達成するとサポーターは自然発生的に佐藤を久保のちゃんとで祝福した。中野和也がこの日を佐藤のエース再冠式と形容したように、以後サポーターの間で君の瞳に恋してるはエースストライカーに贈られる特別なちゃんとと、 目されている。400416157293014912012555コールスパンイコール216366152921657294116627261その他の公式戦。通算コールスパンイコール 2AFC 通算楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。